選手もここでありましたけど、アメリカシーズンから勝っても負けてもすごくいい試合ができているので、この調子を、またこの大きな東レでもう一回爆発できるように、皆さんの前でいいプレーが出せるように頑張りたいと思います。